大変そうバブね。びっくりした。僕、お母さんは？ああ、今日はソロで動いているバブ。ソロで？ああ、すごいわね。おしゃべりできるってことは3歳くらいかな。いや、僕は今3ヶ月バブ。今日は3ヶ月検診に参った次第バブよ。嘘、3ヶ月ってこんなに成長しているものなの？だってうちは。いい子バブよ。可愛いバブね。生後3日くらいバブか。3ヶ月よ。この子も今3ヶ月検診に来ているの。大丈夫バブ。成長の速度は人それぞれバブよ。なんか慰められてるけど、むしろ私あなたの方が心配なんだけど。バブ、ちょっと怖いわ。いやいやいや、僕はただ優秀なだけバブよ。優秀で片付けられるかしら。ところで、そちらの赤ちゃんは母乳で育てているバブか。そうね。ああ、羨ましいバブ。僕は生まれてすぐに言葉を話し、立って歩くことができたものバブから、普段の食事はもっぱら大人と同じものなのバブよ。すごいわね。昨日は何を食べたの？奈良漬けとざるそばバブ。すごい。奈良漬けを食す渋さもさることながら、アレルギー物質を躊躇なく食べているところに余裕を感じる。ああ、僕にもお姉さんみたいなママがいたらよかったのに。そんなこと言わないの。素敵なママがいるんでしょ。素敵というか、パリピというか。パリピ？今日もリムジンでシャンパン飲んでるバブ。ああ、それはパリピね。びっくりさせたわね。ごめんね。バブブ、子供バブね。子供だからね。いやはや、一般的な3ヶ月とはこんなものバブか。これじゃまるで生まれたての赤ん坊じゃないバブか。生まれたての赤ん坊だからね。意思の疎通もままならないのではないでしょうか。そりゃまだ難しいけど。その点、僕をご覧ください。なんということでしょう。一般的なおしゃべりはもちろん、ウェットに富んだ高度なコミュニケーションも可能な商品となってます。自分のこと商品って言っちゃってるけど。いかが？いかがってどういうこと？ご家庭にいかが？いやそんな、よその子を勝手に連れて帰るわけないでしょ。大丈夫バブよ。僕のママはその辺理解してくれるバブ。そこ理解するママおかしいでしょ。お願いバブ、僕はミルクが飲みたいのバブ。もうチキン南蛮も家系ラーメンもバーガーキングも食べたくないのバブ。ラインナップが若い。あ、いや若いから当然か。あ、いや若いとかの次元の年齢じゃないでしょ。あ、ダメ、なんか価格がおかしくなってきた。頼む。そいつをここに置いて、僕をそこに座らせてくれバブ。追加じゃなくて交換するっていう考え方、余計無理なんだけど。でも3ヶ月の赤子を2人育てるのは大変バブよ。急に現実的な提案を。でも無理よ、そんなことできないわ。じゃあ1回だけ、もう1回だけでいいから。もうほんと一口で終わりだから。怖い。マジ先っちょだけ頼む。一瞬の先っちょだけ。いやー、あの警備員呼んでください。あー、クソが6ヶ月検診でまた来るからな。